はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。桜イベントもいよいよ後半ということで盛り上がってまいりました。ポイントもねだいぶ溜まりました。そして来ましたね、ガチャ。 SS ランク妖怪の出現率アップということで、あのキラコマパスも復活、そして桜オロチ出やすくなっています。そして覚醒シリーズ出やすくなっています。さあ早速回していきたいと思います。まあ本当にこの出やすくなってるかどうかっていうのはね、ちょっと微妙なところはありますけども、検証していきたいと思います。今回の SS ランクアップちょっと見ていきましょうか。桜ガシャからランク SS の妖怪の出現率がアップ中ということで、どれだけアップしたかっていうのはねちょっと教えてほしいんだけどね。そして出現率アップ、灼熱の容器、そしてキラコマパス、ラストブシニャンパスもねガシャには入っているということなんで、この中で僕が持っていないのはキラコマだけですね。キラコマ、おっとゴールドのミスパー来たぜ。いきなり来たか、マジかよ。おい S ランク天狗、今天狗かいっていうのはあるけどね、まあ嬉しいよ、 S ランク来ました。技レベル上げていきたいと思います。そして SS ランク妖怪桜オロチ、これ絶対欲しいよね。まだイベント半分ありますから、これゲットするとねイベントかなり有利に進めることができます。そして覚醒メラメルライオン、覚醒キュービ持っていません。欲しいです。特に覚醒メラメルライオンはね使えるっていう話なんで、覚醒ホノボーの覚醒辻雲、この辺りも欲しいよな。覚醒シリーズはやっぱり欲しいよね。もう今は、昔は S ランク妖怪メインでね使っていましたけど、もう今となっては SS ランク妖怪じゃないと隠しステージとかかなり強い妖怪に対しては太刀打ちできないんで、やはりこれからは SS ランクでねメインで使うメンバー揃えていきたいなと思っています。まだ全然持ってないけどね。さあそろそろ来てよ。どうだ、あーっと待った、決めて魔王 A ランクか。なかなか使ってないなこの妖怪、使いにくい。 4500Y マネー高いよね。 Y マネー稼ぎやっぱりなかなかたまらない。ヤマタをゲットしてね、ちょっとおっといきなり SS ランク来たね。覚醒辻雲、マジか、これ嬉しいな。持っていない妖怪、これね欲しかったんですよね。また後ほどじっくり使っていきたいなと思います。さあちょっと通常ガシャでイベントでゲットした特別なコインあるんで回していきたいと思います。お、高いウィスパーだ。ランクの高い妖怪が出るはずなんですけども、 A ランクなかなか厳しいね。さあもう1枚あるので回していきます。オレンジコイン G、 ランクが高い豪傑族。おっと来たぜゴールドのウィスパー、今日はちょっとついてますね。おっとガチニャン S ランク、まあでも嬉しいよガチニャン。さあそれではイベントステージの攻略していきたいと思います。そして今回のイベントでゲットした新しい妖怪たちと、先ほどゲットした SS ランクの覚醒土蜘蛛使ってみたいと思います。ちょっと妖怪のステータス見ておきましょう。 SS ランクのホテイソン、不思議族で今レベル47まで上げることができました。そして技レベルは3ですね。必殺技が面白い、攻撃力アップとフィーバーゲージの上昇率アップということで、なかなかね使い方が難しいです。そして B ランクのクイイ G、 こちら技レベル3まで上げました。ポカポカ族で攻撃力アップ、アップ度57ポイントということで結構ね使えます。そしてC ランクのエコロジー、ポカポカ族技レベル2まで上げることができました。地球の雫で HP を回復する、回復量は200です。そして先ほどゲットした SS ランクの覚醒土蜘蛛、古典妖怪ですね。不気味族、必殺技は
蜘蛛の力を解放しデカプニを作り出す。デカプニのサイズは7から8ですね。そして SS ランクなのでスキルあります。ロボニャン28号とのスコアアタックでスコアボーナス 10%。 これはねスコアアタックで非常に頼りになりますね。そして A ランクの呪いの花子武器民族、今技レベル2ですね。下からプニを消す、そしてポイント玉に対して得ダメージ、まあ、覚醒土蜘蛛ねデカプニ作るということで結構使いやすいよね。さあレベル上限も解放しておきます。もっともっと育てていきたいと思います。そしてポイントは70ポイントプラスボーナスがついて2万ポイントを超えました。なかなかこれランキングは難しい。それでは花子さんのステージで使っていきたいと思います。メンバーは先ほどと同じメンバー。先ほどのプレイでねだいたい覚醒土蜘蛛も感じが分かりました。 SS ランクなんでこれからちょっと妖怪レベル技レベルともに上げていきたいと思います。デカプニ妖怪はなんだかんだ言って使いやすいよね。さあホテイソン溜まりました。今回は攻撃力アップのアップ妖怪としてね使っていきたいと思います。フィーバータイム入りました。さあ行きましょう。ホテイソンで攻撃力アップ、そして呪いの花子でポイント玉壊していきます。そして覚醒土蜘蛛もデカプニですね。まあ今ねヤマタンをねついこの間ゲットできたのでデカプニ妖怪って言うとねヤマタンがいるとなかなかこの覚醒土蜘蛛も出番がないかもしれませんが、まあ最近のねプニプニステージによっては種族縛りがあるステージが多いのでそういう時にねこの武器民族のデカプニということで結構ね出番あるんじゃないかと思います。さあもう一回ホテイソンで、さああと何か必殺技出せそうですかね。覚醒土蜘蛛がたまりそうだ。そして呪いの花子もフィーバータイム入りました。さあデカプニ作るぜ。そしてホテイソンもう一回いきます。攻撃力アップです。そして HP 回復。さあ呪いの花子が出せるかな。ここでフィニッシュ。おっと何も落とさずですね。 Y マネーは 141Y マネー。さあレベル上げていきます。 SS ランクってなかなかレベル上がらないよね。ランクが高い妖怪ほどレベルが上がりにくいっていうね。さあそれでは隠しステージのクイイジーやっていきたいと思います。先ほどと若干メンバーを変更しました。花保人と黒いコマさんを入れました。花保人はサボりですね。スキルはなので結構ね時間が稼げるのでまあ結構ね使えるんじゃないかと思います。そして黒いコマさんは S ランク、そして回復のねスキルもあるので意外とね使えますね。そして武器民族といえば今黒い妖怪ウォッチでねステータスが 15% アップするのでまあそのあたりのね効果も狙っています。さあまずはフィーバータイム目指していきます。さあフィーバータイム入りました。ホテイソンで攻撃力アップからの黒いコマさんいきます。これで攻撃しながら回復します。ちょっとねプニを巻き込んでの回復ですね。さああと覚醒土蜘蛛もなかなかたまらないですね。さあここは花保人でサボり時間を稼ぎます。そしてもうあと一息ですね。ここでフィニッシュです。さあ落ちるのか。おっと何も落ちずです。さあ皆さんは今回の SS ランク確率アップガシャやりましたでしょうか。出ましたか SS ランク。どうなんでしょうね。僕はなんとか出たんで、まあ確かにね出やすくなっているといえば出やすくなっているのかもしれません。最後まで見ていただいてありがとうございます。
チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。